はい、えー、フェルトなんですけれども以前にねあの格好動画でフェルトの選び方っていうのでお話を少しねさせていただいてたんですが私があのおすすめしているのはあのまあ、簡単に振り返るとこういう白いねフェルトです。でなぜかっていうとあの水墨紙ってすごく薄いですよね。であのその 一筆で描いたそのグラデーションがねどんな風に描けてるのかっていうのをその描いいたた瞬間に確認したいですよねもちろん描いたその瞬間はまだ濡れてるので乾いたらどういう墨色のどういうグラデーションになるかっていうのはまだ未知なんですけれどもねでもあのその時にフェルトが色のついたものになっちゃうとそのグラデーションがうまくねあの下の えー、フェルトのお色が透けて水でね濡れてるので透けて見えちゃってそのグラデーションがうまく確認できないっていうそういうところがありますなのでなるべく私は白にしといてでそのグラデーションがすぐに分かるような、えー、そうした方が描きやすいかなストレスないかなと思うので白をおすすめしてます。はい、で前回は、ね、そういっったたお話をさせててもらったんですがあの、まあ、プラスしてね アップデートとということで、はいえー、おしゃべりしたいんですがまずあのこの大きさなんですねサイズサイズはやはりご自身がねよく書くサイズありますよね紙のサイズねこれよりも一回り二回り大きいものを選ばれるといいですよねなぜかというと例えばお花とか書いていて あの枝とかねつるとかをこの画面いっぱいはみ出るぐらいにもし描いた時にこの、えー、水墨紙よりも小さなサイズのフェルトを使って,あの使っているとあの段差ができて抜けた時にここで段差であの線がね微妙にこう折れ曲がってしまったりとかするんですよね。でのでこういうい段差でまっすぐな線線とかあの生きた線を あのまあ、ダメにしてしまわないように一、うん、つ、えー、広い、えー、フェルトを使うということをお勧めします、うん。なので色と大きさと今お話ししたんですがプラスですねあのあのフェルトってねこの分厚さも大切なんですよね。うん、で私はこのぐらいの分厚さ使ってるんですが欲を言えばやっぱりねちょっとあの。 分厚さののあるものを選ぶ方がいいいかなと思いますでそれはなぜかというとこれねこっちのフェルト結構つら使い古したものなんですけどあのやっぱり使い古すとこう細くね薄っぺらくなってきてしかもよれてきちゃうんですよね、うん、そうするとやっぱり買い,時になりますで買い替え時になるのはなぜかというとこうあの紙をね置いて で描こうと思った時の。このフラットな感じ。あの何て安定感というかうん。あのま硬、あ、くなくていいんだけれども。でも柔らかすぎると、あのお布団の上で <laughs> 話飛んじゃうな。なお、布団の上であの日記とか書いちゃうと。 <laughs> ね、ノートがボコボコしちゃって線が文字がうまく書けないみたいな経験ないですかね <laughs> お布団の上で日記じゃなくてもいいんだけど、うん、そういう経験がおありの方すごく理解していただけると思うんですがフェルトがあの薄っぺらくてで、えっと、ヨレヨレになりすぎてるといざ絵を描こうとした時になんかクッションがね強くなってて、うん、あの安定しない、うん、なんか。 うん、安定しないうまく説明できなくてごめんなさい <laughs> ちょっと書いてみるとねその違いに気づいていただけると思うんですけど、はい、あちょっと書いてみましょうかじゃあね試し書きしてみますねはい書きましたフラットですよね、うん、でこっちじゃなくて <laughs> こっちのちょっと私が使い古した結構ヨレヨレで薄さもねさっきのよりかはちょっと薄めになってきてる、うん、これ使うと、まあの分かります置いた瞬間でこのあのフェルトが波立ってるのでちょっと安定しないんですよねポコポコしてるでこれに書こうと思うとやっぱこうよ,よれちゃう、うん 線のこのピシッっていう感じもちょっと違うような <laughs> 気持ちの問題かなそれとも私のさじ加減かななんか安定しないねそういうところがあるのであフェルトはやはりちょっと分厚さがあってでフラットでしっかりしててっていうものを選んでいただいた方があのとてもいいかと思います。で一応、ね 今描いたのでフェルトのねあの色付きがどんな風に見えるかっていうのも見てもらいたいんですけど私ね好んで赤フェルト使ってるんです一番下に敷くやつはね。で赤フェルトにすると見て分かりますかねこの墨の入っていないグラデーションの水の多い部分にあの下のね赤のフェルトが透けて見えて描いたところがちょっと赤っぽいですよね。 こんな風になってしまうのでもしこれはねただの線なんですけどこれお花描いたりとか他のもの描いたりするときにグラデーションがちょっと分かりにくいんですよね赤がこう目立ってしまってでそこで私のおすすめする白色のフェルトを使ったときはどういうふうな見え方するかというとこんな風うに紙とね白の同じお色なのでグラデーションがこう分かるでしかも白色でわかるっていうこういうね わかりやすさがいいと思うので初心者の方には白フェルトおすすめしていますで今ね赤で、えー、見てもらったんですけど赤の場合もそうだし黒だとここが若干黒になって結構灰色チックに見えるのねうん。で緑だとまあ同じように色がついて見えるのでという観点から白フェルトをおすすめしてますはい。ちょっと今日はねフェルトについてあの アップデートね <laughs> させていただいて、えー、おすすめを重ねてお話しさせていただきましたベルドについて下敷きについて、えー、少しおしゃべりさせていただきました、えー、どっちともねご参考にしていただけると大変嬉しいですはいではあのー、まだねチャンネル登録がお済みでない方気に入っていただけましたらば是非ともチャンネル登録をよろしくお願いいたします はいでえー、いつもご覧くださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。松木牧ぼでした。